皆さんはこのゲームを覚えているであろうか。そう。Apex Mobile。いや、覚えてねえわ。ということで Apex Mobile やっていくよ。いや、懐かしいなこのゲーム。もう半年前に詐襲したよな。本当は詐襲してから1ヶ月後にあげる予定だったけど、なんか気づいたら年末になってた。どうしてそうなるんだよ。てかそれでも詐襲してから1ヶ月後にあげる予定だったのかよ。まあ動画クリップは撮っといたからね。それで今回は何かするの？そう、今回はサムネにある通り縛りプレイです。なぜか右側見れないんですが。あー、これは私たちはネタバレ対策で見れない。設定。設定言うな。まあ邪魔だから外すけどな。あー、今回の動画の内容わかっちゃったじゃん。ところで縛りプレイってあるけど、どんな縛りなの？最初に見つけた武器だけ縛りだよ。グレネードやアビリティで敵にダメージ与えるのもなしでやっていくぞ。にしてもなんで今更エペモバの動画上げてるの？この動画新年には持っていきたくなかったから。2023年以内に動画上げたかったからだね。だったら予定通りに詐襲した1ヶ月後に上げてください。それではみんな大好きキャプトルシティに降りたぞ。屋上のサプライボックスからは武器出なかったね。頼む、モザンピークと P2020 見つけてくれ。それだったら動画的に採用していないかもよ。あ、まさかの最初に見つけた武器がカービン。エペモバ最強武器の一つで縛りと言うんですか、霊夢さん。まあこれ一発目の撮影なんで、一応これでやっていくよ。やらせがない実況者の鏡ですね。そして2個目の武器がウィングマン。縛りプレイとは？まあ霊夢のエイムならウィングマン当たらないと思うけど。一応シーズン1マスターなんだけどな。では武器も整ったので銃声の方に移動。敵が建物から降りてきたな。このアイムができないエイム。まあ今のは妖怪1足りないのせいですね。妖怪のせいにするな。てかライトアモの弾足りないから無駄撃ちできないじゃん。それでもカービンを撃つのがエペモバミン。ナイスアイムだ。しかし私がカービンを持てば負けることはあんまりない。それでもあんまりなのかよ。それに私のネイテリフ2体に行ってるし。味方さんがダウンしてるぞ。そしてカービンの弾はほとんどない。ウィングマン一つで戦いに行くのは悪手じゃない。いや、私ならいける。一緒に行くぞ、ウィングマン。あ、この車体は先週ミスでなってそのままにしただけです。しっかりとダウンしていますけど。やっぱりウィングマンは運ゲー。連射武器しか勝たん。レイムのエイムじゃどの武器も性能落ちるだろ。このヨウム毒舌だな。ほら、蘇生してやるよ。この蘇生した時の壁マジで便利だよね。相手が蘇生中の時にこの壁にアークスター刺して敵全員にダメージ与えたことあるわ。自分側じゃなくて敵側の話だったのかい。味方に敵を倒してもらったら玉が来ました。エイペックス名月だね。なんかこの玉見るのも久しぶりだな。さっきと違ってライトアモがたくさんあるぜ。つまり武器とカービン使えるから絶対に負けないぜ。そうやって満身してるからダウンするんだよな。敵パーティー壊滅。こうやって何もないキルって話すことないよね。そこをどうにかして話してください。実況者なんだから。実況者でも1人40ダメで話すことないです。ってことで敵がいるとこまで倍速。問題、これは何倍速でしょう。言い終わる前に倍速終わってますよ。まあ正解は2倍速でした。動画の再生速度をいじってなければ分かっていたと思います。こんな雑談しながら倒される結果はいそう。実際の会話は敵がいるとこに脳死で行ってキルの奪い合いしてた気がする。気がするだけかい。撮影したの半年前だからね、覚えてなくてもしょうがないね。なんでさっさと編集しなかったんだろう。銃声マークが聞こえた方向に振り向く。これキル中のあるあるだと思います。さりげなく見せグラップルミスって下に落ちないでください。慣れないことするから。それだったらジップを作るまでだ。アホすぎるジップで草。やめて撃たないで。いや撃つだろ。こんな堂々とした的。行くぜ。上から振り向きをつけろ。バン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 。それやりたかっただけだろ。まあそうだね。実際の会話でも言っていた気がする。立ち回りブロンズかな。まあカジュアルなんて立ち回り不要だから。いや、キルウェーブの立ち回りは大事だけど。そしてこの距離のカービンを外す。あの距離とあの高さの敵狙うの苦手なんだよね。やっぱ撃ち合うなら平面と有利ポジションよ。なんか後ろに敵がいるぞい。なんだこのグラハ。ハイドしてたのかな。私参上。あー、最後の1発取ったー。まあ仕留めきれないのが悪いんで。低音すぎて何も言えねえ。じゃあ私はアンチ内に分で頑張ってねえ。で、やばい、またライトアームが枯渇してしまった。さっきから倒した敵のデスボは去ってないからなるんだぞ。まあなんとかなるぜ。反省を学ばないやつ。こんなやつでも爪痕ダブハン取れます。正直爪痕ダブハンは初動でクルカの運ゲーだから。まあもちろん最低限の実力は必要ですが。でもあなたさっきウィングマンめっちゃ外してましたよ。ウィングマンは運ゲー武器だからね。運がない私だと外れちゃうよね。そんなわけねえだろ。まあ運が悪いのは事実だけど、そこだけ認めるのやめて。目と目があったら銃で一点。ナイスキル。おっ、もう一人いるじゃん。バンバンバンバリ。やっぱり平面での一方的な打ち合いはいいね。ワンマガした時は。ワンマガした時だけかよ。射撃訓練場で救急持って脳死で突って200ダメージ削ったのは気持ちよかったな。すごく脳死プレイなことしてる。追ってき発見。蘇生してから撃てばよかったけど撃っちゃった。まあ一気にくらい減ってもいいか。高所から一方的に撃つ。動画映えしないんで突ってく
のはさすがに脳筋ムーブでしょ。アンチも迫ってきてるし、相手さん嫌すぎてアンチの方に行ってるぞ。ま、どこ行っても倒すんですけどね。これであと残り部隊は一つだね。じゃあその残り部隊探しにトンネルに行かなーい。嫌だる。しかもミスって落ちそうになっているし。クソ、これでキル独占しようとしたのに。しかも爪痕チャンスじゃん。でもこの時爪痕チャンスに気づいていなかったんですけどね。このゲームランクマじゃないとハンマーや爪痕取れないからね。ほんまクソしよう。お、最後の敵が出てきたな。動画的にラスキルを取りたい。お前動画関係なくラスキル取ってるだろ。ダブルキル気持ちいい。それじゃあ最後のキルを取って実質爪痕取りますか。あ、ごめん倒しちゃった。何やってんだー。ま、この時爪痕チャンスって言ってないんだよね。完全にお前が悪いじゃねえか。というわけで縛りしてたら爪痕チャンスがあった動画でした。これでエペモバの動画もおしまい。多分この動画をした人エペモバじゃなくて本家だと思ってたと思うぞ。サムネにエペモバのロゴあるから大丈夫でしょう。今回の動画以外にもエペモバの動画をちょっと上げてるのでよかったら見てね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。